やっほー、ということでやってきました、美女と野獣オーマイカフェ。やったー、ずっと楽しみにしてたんですよ。内装もグッズもご飯も本当に最高の空間になってるので、早速行ってみたいと思います。それではおーちきら。では早速グッズを紹介していきたいと思います。こちらです。めっちゃ可愛い、やばいよ。はー、いっぱいある。でこっち、え、すごい、見てこれ、カフェ限定グッズ、マグネットランダム9種です。あ、ポット夫人だ。あ、ガストンもいる。こんなにいっぱいあります。全部これ揃えたいね。ここから選ぶことができます。何が当たるかお楽しみ。そして続いてこちら、アクリルキーホルダー。こちらもランダム9種。なるほど、ここにチェーンがついてるんですね。こちらも何が当たるかはお楽しみです。そして続いてがこちら、本みたいになってるからなんか装飾かなって思ったんだけど、缶入り紅茶ブルー&レッドです。それぞれ1600円。すごいね、欲しいこれ。紅茶飲み終わってもお部屋に飾りたい。続いてこちらです、メモセット。あ、かわいい。こっちがメモセットのベルで、こっちがメモセットの野獣だ。かわいい。全部同じなのかな。違う、ホグスワースさんはこんな感じ、野獣はこんな感じ、ルミエルたちはこんな感じ、こちらもかわいいね。それぞれ、アベルちっちゃくいる、あ、チップもいる、ちっちゃく、こんな感じになっています。そして続いてこちら、ケース付きレターセットです。わー、いいね、いいね。これでお手紙を書きましょう。そしてさらにこちら、隣がクリアファイルのベル、そしてこちらがクリアファイルの総柄です。どっちも可愛い、迷っちゃう。後ろは同じになってます。で、あとはポストカードセット、これが入ってるんだ。いいね、いいね、こんな感じ。あ、可愛い。あ、すごい。メッセージカード、ランダム9種です。あ、ランダムなんだ。え、すごい。これ、なるほど。この9種類がランダムで当たるってことかな。こんな感じ。わー、かわいいね。これは楽しみだ。はー、これ欲しい、これ欲しい。ででーん。クッションカバー。ちょっと広げてみようかな。失礼します。お、結構大きい。こんな感じの総柄のクッションカバーです。じゃじゃん、巾着。これはゲットしたい、総柄の巾着。そしてこちらハンカチです。こんな感じの大きさ。あとこれ、トートバッグだって。すごい。新しくディズニーランドに新エリアがオープンするじゃないですか。これで行きたい。いっぱい入りそう。しかもなんか最近さ、お買い物バッグ、スーパーとかでお買い物バッグ持ってきてくださいっていうところが多いから、めっちゃいいかも。こっからこっちはこのカフェ限定のグッズではなくて、多分これとかは、ね、ディズニーストアとかでもゲットできたと思う。ぜひ皆さんチェックしてみてください。なんとですね、皆さん、グッズこれだけではないんですよ。物販購入特典としてオーマイカフェ限定、カフェ限定グッズを2000円以上お買い上げごとにオリジナルブックマーカーランダム9種がもらえます。たまたまチューブ。ということで続いてお食事タイム。今回ですね、カフェのメニューはこちらです。もうすごいよ、もう美女と野獣の世界がお皿にギュッと表現されてる。で、私は今回この中で夜空のクリームカレーライスと真実のバラローズウォーターを頼みました。まずはですね、こちらじゃーん、ローズウォーターが来たので飲んでみたいと思います。レモンの風味がすっきり爽やかなローズウォーターです。真実の愛を見つけてくださいね。真実の愛あるのかな。こちら単品が税抜き890円で、限定コースター付きが税抜き1590円になってます。すごくない？見て、このレモンの上にバラも乗ってるの。
ただきます。あ、レモンの匂いでした。いただきます。おいしい。なんかビタン酸ですっきりするレモンっていう感じじゃなくて、程よくレモンの酸味が効いていってすっきりするんだけど、甘みがあって夏にぴったりなドリンクだなって思います。続いて夜空のクリームカレーライス来ました。すごくない？で見てこれさ、絶対さベルの服とさ野獣の服になってるよね。舞踏会をイメージしたカレープレートはロマンチックな雰囲気漂うマイルドカレーです。お子様にもおすすめだって。バラは食用のバラだから食べれるみたい。あとこのベルと野獣はモナカでできていて、こちら後ろに野菜がいっぱい入ってます。こちらのオーマイカフェはですね、お客様に健康的で楽しい食事をお届けいたしますということで、全てのメニューがカロリー塩分控えめで低糖質なレシピになっているので、とっても良い語彙力、美味しく体にもよく食べることができます。ではいただきます。どうなってるんだろう、味違うのかな。じゃあまず野獣のブルーカレーから。うーん、めっちゃクリーミー。もう動画で何回も何回も言ってきたから、もう何回も聞き飽きたよって思うと思うんだけど、もう私カレーは絶対甘口なんですよ。そんな私でも全然辛くないです。てかむしろ辛さないです。カレーライスというよりかはクリーム感が結構強めかもしれない。じゃあこちらのベルの方もいただきます。うん、こっちの黄色いベルの色の方がちょっとカレー感があるので、ちょうど真ん中を取ればちょうど半分な、クリームとカレーの半分なる説。うん、ちょうど半分だ。どこを食べても美味しいね。ちょっとこのバラ食べてみよう。いただきます。なんかね、花びらの部分はしなっとしてるんだけど、ガクっていうんだっけ、お鼻にこうついてる部分はちょっとシャキシャキとして、なんか本当に野菜みたいな感じだね。ブロッコリー、うーん、クリームカレーにぴったりなブロッコリー、しめじ、ほうれん草、鶏肉などが入っていて、すごい満足度が高いなです。たまたま見て、すごくない？こんなにいっぱい美女と野獣がいっぱいの席。そしてですね、グッズ購入してきました。いっぱい買っちゃった。しかも5000円分買っちゃったから2個ついてきた、あのランダムのやつ。まず1つ目はね、これ絶対これ欲しいと思ったの。じゃーん、このね紅茶の赤を買いました。なんか青と両方買おうかなって思ったけど、バラも赤だし赤にしようと思って赤にしてみました。すごいよ、この上のところもさ、ほんとわーい、本だ。美女と野獣の私の部屋のグッズの置いてるところにこれね置きたいと思います。買って2個目、じゃじゃーん、ランダム9種のマグネットをゲットしました。じゃあ開けてみます。何かな、いきます。てれん、あ、違った、これでした。でもさ、グッズ珍しいからいいかも。マグネットになってます。最後こちら買っちゃった、これ買っちゃった。あのね、めっちゃ迷ったんだけど、巾着とめっちゃ迷ったんだけどバッグにしちゃった。これ持ってさ、東京ディズニーランドの新エリアオープンしたら行きたいなと思って。すごくない？この本みたいになってるさ、デザインが最高でしょ。これは買うしかないよね。でランダムでついてくる本に挟むやつ、でれん、やった、野獣だ、イエーイ。え、じゃあ野獣ならベルがいいな。ベル来るかな、せーの、じゃーん、あ、ちーすごい疲れてるみたい。なんかね、紙ではないんだよね。紙だとさ、すぐヘニョヘニョってなっちゃうと思うんだけど、紙ではないので長く使えると思います。これは私は使わないで飾りたいと思います。やったー、幸せー。
はい、ということで今回は美女と野獣オーマイカフェで楽しんでみました。本当に最高な世界観になっているし、ご飯もとっても美味しかったし、グッズもめちゃくちゃ可愛いので、ぜひお早めに、グッズで結構人気みたいで早く売り切れちゃうみたいなので、お早めに来てみていかがでしょうか。今回私が遊びに来たのは東京の美女と野獣オーマイカフェだったんですけれども、なんと大阪と名古屋でも開催されています。ぜひ皆さん遊びに行ってみていかがでしょうか。概要欄にお店のリンク貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるので、概要欄からフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。